バルハラ・ライジングは2009年のデンマーク・イギリス合作の歴史アドベンチャー映画。バイキングの時代を舞台に超人的な戦闘能力を持つ戦士がたどる冒険の旅を北欧神話を背景にして描いた作品である。2009年9月4日に第66回ベネツィア国際映画祭で初上映された。第66回ベネツィア国際映画祭にて レフン監督と主演のマッツミ・ケルセン2009年9月4日、撮影キリスト教徒による迫害を逃れて旅を続ける異教徒の集団に彼らの娯楽として殺し合いをさせられている固めの奴隷選手と彼の世話をする奴隷の少年アーがいる。奴隷選手は近い未来を予知する力を持っており、その力によって手に入れた矢尻で束縛を解き、 自分を奴隷にしていた者たちをことごとく殺して自由の身となる。そして、これまで自分を所有していた狩猟バルデの首を槍に突き刺し、晒し物にする。自由の身となった片目の奴隷戦士は、アーと共に旅立つ。しばらくして、二人はキリスト教徒のバイキングの集団に出会う。言葉を発しない戦士の代わりに、アーは戦士がワンアイという名で、 海の向こうの地獄からやってきたと答える。バイキングたちは、ワンアイとアーを、聖地エルサレムへの旅に同行させる。船で旅に出た一行だったが、深い霧に行く手を阻まれる。上と川きに耐えかねて、海水を飲んだ男が死に、霧を少年の呪いと思い込んだ男がアーを殺そうとして、逆に、ワンアイに殺される。 それからしばらくして、ワンアイが海水をすくって飲んでみるとそれは清水だった。一行が乗っていた船は海から川に入っていた。突然に霧が晴れ、一行の目の前に現れた土地を聖地と思った。一行は上陸し、その土地を探索する。しかし、そこには食にできるような動物もいなければ、果実もなく、しかもバイキングの一人が行方をくらましてしまう。 この事態にようやくここが聖地でないと分かった一行は、再び船に乗って、その地を後にするが、そこに矢が飛んできて、バイキングの一人が死ぬ。陸に上がって、難を逃れた一行の前に、行方不明になっていた男が、全身に大々褐色の泥を塗りたくった状態で現れる。そして取りつかれた様子で、ワンアイが、ここは地獄だと言っている声が聞こえるという。 バイキングらは仲互いをはじめ、神の存在を否定する者まで現れる。そして一人の男がワンアイに襲いかかったことをきっかけに、三人の男が死ぬ。バイキングのリーダーエイリークとその親友彼の二人が残される。彼がワンアイについて行こうとすると、エイリークは裏切り者として彼を刺す。彼は傷ついた体でワンアイの後を追う。そこにエイリークの息子、 ゴームも加わる。一方、残されたエーリクはここを新しいエルサレムにすると意気ゴムが矢をいられて絶命する。丘の上で休憩をとっている中、ワンアイはアーを通じて、ゴームがもうじき死ぬことを告げる。ゴームはすでに殺されている父、エーリクの元に戻る。一方、彼はエーリクに刺された傷のために、瀕死の状態にあり、死んだ息子たちの元に行くとして、ワンアイらを見送り、 そこで生きえる。ワンアイとアーは海岸に着く。そこに全身を大々褐色の泥で折った先住民の集団が現れる。ワンアイは武器を捨てて彼らに近づくと無抵抗のまま先住民たちに撲殺される。ワンアイを殺した先住民たちは一部始終を見ていたアーを一別するとそのまま姿を消す。ありがとうございます。